横浜みなとみらい21横浜コスモワールド横浜ランドマークタワーのスカイガーデンからの眺め運河を挟んで遊園地がある大観覧車コスモクロック21コスモファンタジアアイスワールドとコスモクロック21横浜コスモワールドは泉明きら工業株式会社が経営する神奈川県横浜市中区のみなとみらい地区にある都市型遊園地入園料は無料アトラクションは チケット購入制となっており、入園無料の遊園地では、数少ないフリーパスといえるチケットが存在しない場所である。また、エリア内では、ショップなども営業している。本校では、同社が整備、運営する予定の都市型ロープウェイ、横浜エアーキャビンについても一部触れる。もともとは1989年の横浜博覧会の開催時から大観覧車。 コスモクロック21と共に運営されていたコスモワールド子供共和国という出展施設の一つでコスモクロック21が博覧会終了後も存続することに決まったことからコスモワールドも運営が続けられた当時は日本丸メモリアルパークと隣接して港未来地区の23外区のみで運営されていたその後港未来地区の発展が顕著となったことから コスモクロック21が対岸の新構築側へ移転することとなり、コスモワールドも同地へ拡張することが決まった。観覧車の移転工事に伴い1997年より休業していたが、1998年に有儀施設のみで暫定オープンした後、1999年3月18日には移転組み立て作業の完了した。 コスモクロック21と共に正式にリニューアルオープンしている。現在でも運河を挟んで15外区と23外区で運営されているが、共に暫定施設の扱いとなっている。ワンダーアミューズゾーンとブラーノストリートゾーン、キッズカーニバルゾーンの3ゾーンからなる。水と緑に溢れた空間の中に前衛的でアートフルな建築デザインが融合した。 未来の理想的な遊空間がテーマコンセプト。次のアトラクションがある。イタリアブラーの島にある水辺のカラフルな街並みをイメージテーマに展開。次のアトラクションがある。子供たちが現実の世界を忘れて思う存分遊べるように、運河に挟まれた手島部分に子供向け遊具を集約。夢のあるおとぎの島のイメージを追求。次のアトラクションがある。 パノラマ写真ほか、多数の映画、テレビドラマの撮影に使われている。再整備計画のある23外区が割リニューアル、開園50年以上経過しても、なお人気施設とはなっているが、敷地は全体において、横浜市の保有であり暫定施設の扱いとなっている。このうち、当施設の目玉でもある、コスモクロック21などがある十五街区方の、 ワンダー・アミューズ・ゾーンは当面存続する見込みである。一方、当初は敷地の一部にあたる23が行く方の賃貸契約が2009年3月に終了となるため、契約終了後にこの敷地をさらちにして市へ返還、後地は市が計画する日本丸メモリアルパークの再整備事業に充てられる予定であった。しかし、 2009年に入ると2011年3月までの2年間の契約延長が決定、その後も随時延長されており、当外区における運営についても当面継続する見込みとなった。さらに2018年10月には、当外区内のブラードストリートゾーンの内室内系のアトラクションなどがあるパシフィコ横浜寄りの一部エリアを閉鎖し、既存の建物を取り壊した上で、 リニューアル工事に着手、4階建ての施設としてリニューアルオープンする計画が公表されている。このため、少なくとも同エリアについては運営を長期間継続する可能性がより高くなっている。ありがとうございます。